4時間前、東京上空で確認された未確認物体、通称黒い月ですが、当然、我が神月の衛星、マンジュシャゲも捕獲しています。あれ？柴崎。は。情報処理部門からの報告によれば、ニューヨーク上空高高度において強い電磁波が急激に。あれを爆発させましたので。確認されている7つのうちの1つと思われます。その影響を受け、マンジュシャゲも機能を停止しました。朝までに詳細な報告を。覚悟していただきますわよ。ここで終わらせてやる。行くぞ、帰る。逃がすものか。助かった。お前もシャドルを。ああ、黒い月の剣で奴らを追っていた。ニューヨーク壊滅にはシャドルが絡んでいる。チュンリー、さっきは冷静さを失っていたな。ごめんなさい、もうあんなことはないわ。それにしても黒い月、あれが爆弾だったなんて。そのことだが、シャドルも黒い月を完全に制御できているわけではないよ。どういうことだ。黒い月を制御するキーが奪われたという情報がある。内部分裂があったか、スパイが紛れ込んだか。例の事件と関係がありそうだな。例の事件？連続ハッカー行方不明事件よ。年齢、性別、国籍もバラバラ。幼い子供も含まれているわ。組織的な犯行も視野に入れて、各方面から捜査を行っていたところに、あの黒い月で。そのハッカーたちが黒い月を作らされていたと。ええ、残り6都市での爆発は絶対に阻止しなければ。無理するな。もう一つ確認したいことがある。これをお前に届けようとしていた ICPO の職員がシャドルに襲われた。差出人は不明。なぜ職員が襲われたのかもまだ判明していない。そいつは。興味はないの。ベガと戦うためにピースを奴らの手に渡したくないだけ。今回は時間通りね、ジュリー。これがあんたの手駒ってわけ？さえねえ面ばっかだな。
あら、私の目が信用できないの？そこまで言うなら味見させな。そうだな、お前だ。じい、誰も聞いてくれないよ。わか、行くぜ。じい、下がってろ。もう終了終了。本気出さないな、このまま死ぬか。もうか。もう十分でしょう。集まってもらった理由を説明するわね。全然足りねえよ。なんだったらお前も。黒い月ニューヨークを混沌に陥れたあの月をこれで制御できるとしたら。は？ちょっと。そんなチャッチーもんであの月を制御するって。それだけじゃないわ。黒い月は混乱、恐怖、憎悪、悲しみ、人の負の感情を最大限に引き出す。そう、サイコパワーの源となる負の感情をね。七つの月のもたらす混乱でサイコパワーを増大し、最強の力を手に入れる。それこそがシャドルのベガの狙い。その素敵な計画を私たちがめちゃくちゃにしてやるの。悪くねえな。私の狙いはあの男、ベガだけだ。やつらにピースを渡したらサイコパワーはさらに増大する。ベガと戦うならそれを阻止しなきゃ。それに黒い月の開発には行方不明となったハッカーたちが関わっていたそうよ。あなたの探し人もその一人よね。なら私たちと手を組んだ方が効率いいでしょ。そうだな。おこ。だが協力するなら教えてくれ。あんた一体何者なんだ。そうね、私はこのような場所でこそこそと企み事か、ネズミめ。ユリアン様、ではもう一度確認するわ。私たちは同じ目的を持っている。シャドルの計画を潰してベガの首を取ること。つまり私たちは仲間というわけ。あの男のベガの命がある間はね。御庭番衆の報告は以上です。次に国務省から。あんた、はあ、ヘレンの情報どういってわけね。随分と不作法な客人ですわね。こういう形のピースあるだろう。それを俺に渡してほしいんだ。ならばかかっていらっしゃい。え、いや、ここは穏便に。欲しいものは実力で手に入れる。それが神月家の家訓ですわ。さあ話してもらいますわよ。なぜピースとやらを集めようと。もしかして黒い月と何か関係があるのではなくて。参った参ったって。だが強いだけじゃなくて頭も切れるんだな、あんた。悪いね。でもこれは絶対悪用しない、約束だ。信じてくれとは言わないけど。いや、信じてくれ、なんとか家のお嬢さん。はい。柴崎、今すぐリスト上位の格闘家に連絡を。な
なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。コテンパンにしてやる。私が絶対勝つもん。お待たせしました。それについて何か分かったのか？現時点で駒が送られたと判明している方々は全て神月家のリストに名前があります。ただいまこのリストにアクセスした人間を調査中です。そちらの情報は？黒い月はシャドルンがさらってきたハッカーたちによって作られたものだ。その駒もハッカーが作ったものだろう。現在ガエルがシャドルに潜入している協力者に接触し、それらの詳しい情報を追っている。潜入捜査とは面白いですわね。何はともあれ、シャドルがコマを欲しがるなら渡すわけにはいきません。追加の情報が届き次第行動を開始します。少々礼儀を教えて差し上げる必要があるようですね。逃がしませんわよ。あなた方もまだ暴れ足りないようでしたら、私が直々にお相手して差し上げますわ。カプリ、駒は黒い月を制御するキーだそうだ。制御装置に駒を認識させると爆発プログラムが作動する。肝心なのは同じ駒で月を緊急停止できるらしいということだ。そしてその制御装置はシャドルーの基地にあるというわけですわね。シャドルーが掴んでいる駒の所有者リストだ。これで全員集まりましたわね、あの方以外。あら、あなたにもコマが送られていることになっていますわ。おお、そういえば何か小さなものが来ていたな。工業中だったので友人に預けたぞ。ご友人はどちらに？確かインドにいるはずだ。うん、俺が取りに行こう。俺も同行する。他の所有者はニューヨークのレスリングチャンピオンとブラジルの柔術家ですわね。ニューヨークは交通と通信が遮断されていると聞く。私が行こう。ブラジルは俺だな。私も行くわ。キャミーにも来てもらいましょう。あなたは？私は伊吹さん、ミカさんと共に一足先にシャドルー基地へ参りますわ。メル。おお、どうしたメル、ママと一緒だったんじゃないのか？一緒に行く、メルも行く。メルが波動拳を使えるようになったら一緒に行こうな。波動拳、おお、うまいぞ。父さんが出かけてる間、メルがママを守るんだ。ああいうのいいわね。剣は
来なくてもいいんじゃないか。家族がいるならここに残って守ればいい。守りたい人がいるから見過ごせない戦いもあるんじゃないかしら。私の父がそうだったように。すまない、そんな顔をさせたかったわけじゃない。ただただわからない。私には家族のこと。ガイルさんたちが立たれました。私たちもすぐに出発いたします。では後ほど基地でお会いしましょう。大丈夫？ねえ、もしかして君、松田家の人かな？そうだけど。あなたの家にこれに似たものが届いてない？さっきの奴らもこれのこと言ってた。で、うわあ！姉ちゃんがまた何かしたのか？なあ、俺たちにそれ譲ってもらえないか？いいよ、助けてもらったし。姉ちゃんのだけど。ちょうど今ここに。はい！これくらいにして。剣マスターズ、あんたの顔は知ってるよ。まさかあんたみたいな有名人が。ああ、実は君宛に届いた荷物を。弟に何かをよこせとか譲れとか言ってただろう。よりによって私の弟からカツアゲとはね。おいおい、誤解だ。落とし前、剣ってもらうか。さすが全米格闘チャンピオン。ドカンと言ってもピンピンしてるんだ。やめろって。姉ちゃん、この人たちは俺の命の恩人なんだよ。あ、助けてくれたんだよこいつらから。あ、そういうことなんだ、それならそう言ってくれれば。悪かったね。助けてもらった俺にこいつ渡していいだろ。いいよ。その代わり私を連れてってよ。私はララ松田、腕はご覧の通りで、この腕が役に立ったらあんたんとこの通信空手で松田流の宣伝させて。どう？ああ、駒の礼だ。それにダメだって言ってもついてくるんだろ。よっしゃ、じゃんじゃん松田流を広めるよ。お土産は何がいい？背が伸びる薬とかモテ薬とか。いらねえよ。てか姉ちゃんの技もう松田流でもなんでもねえじゃん。何言ってんだ、私はちゃんと松田流を使ってもしかして奴らの仲間か？今さら出てきた。下がってな。あんたじゃこの化け物は無理だ。確かベガ親衛隊の。でも様子がおかしいわ。キャミ、何か知ってる？
が。危険だ。私が戦って確かめ。実はシャドルの手先だ。こちらで身柄を拘束する。落ち着いてくれ。彼女はもう危険じゃない。大丈夫よキャミ、今はその子を引き渡しましょう。お姉ちゃんが助けてあげる。助けたお姉ちゃんが。何をしている。早くその女を渡せ。やめろ。私は時なよ。この道ここからまっすぐだよ。それにたく何度も何度も。私は基地に向かわなくては。援護お願い。ああ行くぜ。侵入戦。風に翻弄される花は美しい。またお会いしましたわね。そっちの執事さん、制御室の場所は突き止めたの？柴崎は我が神月家の筆頭執事ですの。当然でしょ。よし、ならここは手を組もうぜ。昔のことは水に流してやるよ。引き抜きはご遠慮願いますね。それより、あなたは駒をお持ちなの？たく、面倒な奴らだな。しなきゃいけないんだけど、時間がない。あんたたちなら。わかりました、お引き受けします。そっちが道を間違えたんだから。そもそも置いてかれたのはあんたがトロトロしてたからだろ。ありがとうっす。ああ！てめえらの狙いはこれか？欲しいなら取ってみろ。私が。聞いてないの？おれ！Hehehe
こんなの特訓に比べたら兵でもないっせ。さあ今度は私の番だ。6つ揃いましたわね。このコマを設置すれば黒い月を止められるはず。私の大事な大事な制御室で何してるですか。ここは私に。長旅でお疲れでしょう。ヴィガ様へ捧げるチェーンズ計画の邪魔をするとは、生かしては返さないですよ。うわ。止まった。やりましたわね。こうなったら見ているですよ。奴らの本拠地だ。潜入していたのはあなただったのね、アベル。誰かが制御室に無理やりアクセスしている。直撃コース、まずいですわね。まさか。頭が。サイコパワー。俺から離れろ。まずい。失ってるだけなの。何とかして止めないと。うん、ならばアベル、お前の全てを俺にぶつけるがよい。この筋肉で全てを受け止めてやる。渋いっす、ザンギエフ様。いやいやいや、おーせん、うん、良い突撃だ。だがまだまだ筋肉力が足りん。行くぞ。はい、了解っす。ふっ、うわっ、押さないで。
この気配。これで負けただろう。何もかも捨てて助けたのにな。やめろ。こりゃもう治んないぜ。やっちまうしかねえんじゃねえの。醜い人形にもこのような役目があったとはな。過去の記憶との相克から生まれる美、失われたと思っていたが、新たな美見せてもらおう。もっとだ、もっと見せてくれ。いい感じの変態だな。でもそいつは私が先に目つけたんだよ。遊びたいなら他行きな。無粋な真似を。無粋はそっちだよ。私たちの邪魔しないで。なんてな。ほらよ。ちっ、やり損ねたか。やっと起きた。そうか。飛行、今はな。なんだ、あの女か。ひとまずは戻ってきましたが、私たちは体制を整え次第再びシャドルー基地へ向かうつもりです。あの月を落とさせるわけにはいきません。俺たちは一度アジトに戻るよ。ヘレンが何か掴んでるっぽい。そのための手段を見つけたわ。方法があるのか。ええ、あなた次第だけど。あ
の人のお友達導くものへコマンドを見つけた。迷える者に道を照らしたまえ。我汝の名を呼ぶ。これを解けば月を止められる。私はプログラムを読むことはできるけど心は読めない。でもあの人のお友達のあなたならきっと。コマンド暗号のようね。もちろんあなたにはわかるのでしょ。ああ、さすが逆巻く風のラシードね。黒い月の開発者さんとあなたの友情に拍手。コマンドが発動すればシャドルの計画は水の泡。楽しみだわ。そしてあなたがベガを倒す。私は私にできることをする。だが奴の息の根を止めることはできないだろう。バカなことを言わないで。その力がないからだ。だが彼らなら。黙りなさい。あなたを蘇生させるのにどれだけの犠牲を払ったと思っているの。勝てないですって。あなたは勝つのよ。あのお方のお力を得た者が勝てば予言が。私は死者だ。死者の時は止まっているが、奴のサイコパワーは大きくなり続けている。私が。この後に及んで臆病風に吹かれたの？いいわ、教えてあげる。あなたの時は止まってなんかいない。わずかな猶予を得ただけ。じゃあ、ここから飛び降りるの？本気か、お前。何、筋肉があれば問題ない。その通りっす。はっ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 と成長したようだな。はい。ここは私たちが。お願い。あれはサイコパワー。あなたたちも。はっ！あっ！私が直々にお相手して差し上げますわ。光栄に思いなさい。あなたが。ああ、
概に許しませんわ。私か。さて、役立たずどもめ、せっかく強化してやったのにこのざまですか。せめて奴らを道連れにするですよ。ひねりんち、眼差しだ。その瞳を絶望に染めるダンスの時間だ。バルログ！さあ、踊れ！倒するな！もっとだ、もっと！ディカプリ。呼んでくれよ。こんな楽しいことやってんならさ。なぜこっちに来たいってさ。はあ、焼いちゃう。こっちはこっちで楽しくやろうぜ。邪魔をするな。パワーが消えた。ここは